さあ、ここからは、まあ、前半で D まで見てもらったんですけども、まあザ・セカンド、セカンドの36組のあれは、はい、やつですね。これの E グループからの勝敗予想をしていきましょうっていうか、面白すぎだろこのイベント、この大会、ね、本当に偶然決まってるとは思えないぐらいの高カード。そうだよ、こうめちゃくちゃいい試合ばっかです。超新塾対ジャルジャルさんだよ。うん、いや本当に超新塾さんに対抗できるのはジャルジャルさんぐらいしかいないもんねこの中でよく考えて、なんかってことでいきましょう。 E グループと1試合目、うん、ツーナカンさん VS、 はい、ツーナカン VS 三日月マンハッタン。おお、これはいい試合ですね。これはすごいよ。もうツーナカさんのツイートで、うん、三日月マンハッタン VS ツーナカンだったら中野で見れるだろう、うん、1000円でツイートがありましたけども、そんなことありません。ここのこの戦いがしびれるんですよ。中野で1000円で見れちゃうとすごいな。このなんか、なんつうんだろう、こんな言い方は失礼なのかもしれないけど、うん、なんか同じようなくすぶり方というか、なんかこう、そうだね、すごく、うんうんうん、すっごいいい戦い。そうか、ここでね、元ファイナリスト経験者とかと当たっちゃうと、なんかね、って感じがするけど、そうそうそう、なんか、お互い実力者で、こう日の目は見てもらったって感じの2組です。2組だからね。超いい。勝負論あるわ。さあ、どうでしょう。三日月さん、おわ、三日月さんネタ面白いから三日月さん、あれな、うん、あれはツーナッカさんで、あれあれそっち行く、割れたね。ツーナッカさんは、うん、やっぱこう浜田さんが可愛がってる、はい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 、ダウンタウンの浜田さん、やっぱものすごい、うん、とんでもない助言を浜ちゃん、浜田さんが、うん、してくれる、すごいコツじゃないかなと。奥義を教えると、やっぱこう浜田さんに言ってこや、やれやとか言ってもらえたら、多分とんでもない力が生まれるんじゃないかなと。そうか大事じゃん。まあね、先輩に、そういう先輩にね、こうケツを叩かれる感じっていうか、ね、意外に大事なんですよ。そうか、三日月さんにケツ叩いてくれる人いないかな。は、浜村ボンペータ君が叩いてくれてるでしょ。三日月さんは、いや、なすなかさんがいますから、近くに。なすなかさんも同じ事務所の、鉄叩いてる場合じゃないって考えると、うん、浜田さんに叩かれたつーなっかさんが、まあ、一つ前に出るんじゃないかなと。なるほど。いや、でも三日月さんに勝ってほしいなじゃないもんね、勝ってほしいなじゃないでしょ。じゃあ、つーなっかさんいや、なんか、そうね、はい。さあ、そしたら E グループの第2試合目、はい、テンダラー、テンダラーさん、テンダラー、いや、俺テンダラーさんには誰も勝てないと思う。誰も勝てないよね、うん、テンダラーさんだと思う、もう、はい、ここできます、はい、フルーツポンチ。あー、どうよ、テンダラーさんじゃない、うんいや、フルーツポンチさんは俺、これコント、いや、だからさ、漫才だからさ、でもさ、多分もしかしたらめちゃくちゃやってたんだよ。まあ、やってたのか。すごいことになってる可能性もあるよ。だからこのメンバー見たとき、フルーツポンチさんって俺思ったもん。漫才だよね。うん、そうそう。と思ったから。どうなるの？でも相当なもんを仕上げてきてるっていうことだとわかんないけど。うんうんうん、ただ、そうっすね。うん。テンダラさんじゃないかな。テンダラさん、ものすごいもんね。とんでもないよね。あんな破壊力。めちゃくちゃ面白いよな。テンダラさん。ちょっと予想させても、わかんないですよ、すごいすっごいネタ持ってきてるかもしれないからね。まあやっぱ元子ジャパンとしてはね、あの同じ元子ジャパンとしてはね、大林元子ジャパンだ、うん、はいね、F グループ、うん、1試合目、学天則 VS、 わー、これもいい試合ですよ、いきますよ、うん、VS マシンガンズ、うわ、どうよ、どう、これはすごいですね気も一緒、いやでもマシンガンさんの先輩かな、うんうんうん、へー、いやー、また東京と大阪でやばくない、そうだよね、やばいね。俺もね、私はね、じゃあマシンガンズさんで、お、うん、なんでやっぱすごいっすよ、芸歴とこのね、うん、俺多分マシンガンズさんって、うん、その
そこまでっていうか、あれ、あるあるというか怒りとか、うん、そういうまあ言ったらあるあるじゃない、うん、あのあるあるのストックがもうたまりにたまってる、うんうん、でもこれは絶対ウケるっていうのがもう何個かあって、ああああ、そしてそんなになんつうんだろうな、もう営業とかめちゃくちゃ行った経験があって、ああもう絶対これウケるっていうのが分かってる中で、ああで、ああそんな調節とかもしないと思うの、うんうん、そういうタイプだよね。もう粛々と、うん、もう分かってるよ、こういうのって、うん、っていうことでやってくると思うの、うんうん。もう受けるのやればいいんでしょ、多分そんなっていう。綿密にそんなタイプの芸人さんじゃないもんね。そうそうそう、こうしてこうしてっていうような調整の仕方ではなく、もうクレバーに、うん、もうツボをつきまくってくると思うのね。確実に受けるやつをこれ、ここポンポンって全部入れようぜみたいな。そう。で、プラス、気持ちはめちゃくちゃ乗ると思うの。うん、もう、うん、フラストレーションが。うんうんうん、で、ネタとそれがめちゃくちゃマッチすると、うん、お前ーっ何年も待たせやがってっていう気持ちでやるから、うん、めちゃくちゃ笑うと思うんだよね。わかるわかる。で、めちゃくちゃ面白いじゃん。で、マジンガンズさんってやっぱこう客に投げかけるから、うん、来た時に、うん、ドッと湧く。確かに、そういう感じで見るよりも、ね、こう見る感じに会場がなる気がするんすよ。面白い。あとマシンガンズさんなるほど。でも、いや、確か俺今話を聞いて、うん、なんか確かに絵見えたな。なんか楽天足さんめちゃくちゃ面白いけど、やっぱこうセンスでお互いの細かい言葉のやり取りとかワードとか、うん、ソウル的なもんには、そう、魅力になる可能性があるなと思って、ウエストランドが勝ったように、うん、しかも高校ですから。なるほどね。前半先行マシンガンズさんだったらちょっとドッドだな、どっちかって感じだったけども、やっぱ高校に出てきてぶちかまされたら、うん、と私は。確かに。で、そうね。誰とも被ってない漫才だしね。そうですね。そうだね。なるほど。マシンガンズさん。いいですか？いいと思います。マシンガンズさん、うん。F の1試合目はマシンガンズさん。うん、優勝。予想で。うん、次が、これはほんとすごいよ。ほんとに偶然決まったのっていうやつ。うん、筆頭のいきます、うんうんうん。どっちから言おうかな。もう分かった、俺、それ。違うかな。ランジャタイ VS、インポッシブル。うわー、あ、金属バットじゃなく、すごくない？インポッシブル。ランジャタイ VS インポッシブルね。すげえな。ぐちゃぐちゃな。やべえじゃん、これ本当に？すっごいここで消し合うなんてありえなくない？一番見たい戦いじゃない？でも、ひょっとして。この、いやいや、この飛び道具二つ消し合うか。すごいよな。なんでかき回すつもりでぶち込んだのにさ、二人、共食いしてんの、これ。すごいね。でも確かこのメンバー見たら、ここにしたいよね。っていうカードだもんね。いい、すごくない？マジで、うん、どうなるこれ。やばいよやばいなぁ。いや、ちょっとわかんないね。いや、わかんない。いや、どうなんの。いや、インポッシブルさん持ってっちゃう、そんな感じも。いや、でもランジャタイ6分。これは金がね、伊藤浩二の口から、うん、短いと、4分じゃ足りないね。確かにランジャタイは4分だね、うん、あのランジャタイでも平気で尺5分のライブで10分ぐらいやっちゃう、うん、多分バカ野郎ですから。ちょうどいい尺が15分とかだからだと思うんですこの前伊藤浩二に6分じゃんっつったら、いいねと、お来たねみたいなこと言ってたから、マジで行っちゃうか。で、逆にインポッシブルさん、うん、どうです。インポッシブルさんって短い方がいいかもしれない。徐々に、そう、うん、意外に切れ味鋭いのはインポッシブルなのよ。パンパーンみたいな感じの、いちいちバスンバスンと、うん、意外にこう一つ一つにオチがついてるというか、うん、そうだね。イメージだとね、イメージ、どういう漫才今回もあのお作りになったかわからないけど、イメージだと一個ずつ、まあ軽いショートコント的な見せ方をバツン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 やっ、違う？いや、わからん。いや、でも、イメージがあるから、それだと、6分の時に、ランジャタイ意外には、意外でもないけど、なんだろう、尻上がり系なので、そうだね。時間見てて気持ちいいのは、やっぱランジャなんじゃないかな。やっぱ2分、3分ぐらいから徐々に受けてって、そっからはもう尻上がりに受けるしかないっていう、会場を何回も見てきたから。いや、もうランジャタイだな。ってことは、今まで4分の、とこで終わってたのが、うん、4分後2分間またさらに尻上がりに受けてく、うん、あの現象が起こるとすれば、いつものやっぱあれを
体感したことある身としては、そうですね、あんな嵐のようなものをやられた時に、インポッシブルさんもそういうタイプだけど、流れで見るとね、こうだと思うね。どっちが先なの、インポッシブル絶対じゃない。いやまあそうだね、これ願いもこもって、やっぱここはインポッシブルとは言えないね、俺らはね、うん、ランジャタイ、うん、だって優勝してほしいもん、ランジャタイ、ランジャタイ F グループ第2試合目、ランジャタイ勝敗予想勝つな、これすごいな。次も G グループの1試合目、うん、モンスターエンジン VS、うん、これもモンスターエンジンさん、ここいいなって感じです。カモメンタル、あいいよ、いいね、いいね、この、この大人の時間だね、かついな、大人の時間来たな。ちなみに前半カモメンタル、後半モンスターエンジンさん、ランジャインポッシブル対決の後、うん、来たね、来てるでしょ、いいね、カモメンタルさんかな、いやカモメンタルさんかな、カモメンタル、で私はモンスターエンジン、モンスターエンジン、うん、まあね、もうこのもうこごめん、これ俺の好みだけど、カモメンタルにさせてっていう風になりそうなネタをやってくるような気がする、うん、なるほど、うん、俺は新鮮がいるとしたらね、うん、あ、そうか、カモメンタルさんネタあるのって思っちゃうな。 M1 からこんだけしっか時間なくて、まあ、今まで漫才やってなかったね。そう、やってなくて、バイト最近ここ2年3年で漫才仕上げてきてて、うん、まあ、体感、芸人としての体感的に、うん、新ネタをやらなくちゃいけないってことでもう一本作ってるのか、うん、それともこの前の予選のに肉付けしているのか、うん、考えた時に、はいはいはい、この前の予選の肉付けだとしたらもう好きな人は見たことある、はい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 、新しいのを作ってたとしたら、さすがに間に合わない、間に合わない、そこら辺のライブじゃウケるけども、さすがにこの芸歴のも、ね、大阪のモッサ、うん、モンスターエンジンさんのクオリティには届かないんじゃないかなっていうのがある。しかも6分のものを作るって俺は作り手としては相当だと思うから、漫才、そっか、でも確かに漫才の経験値でいうとやっぱりね、うん、確かにね、確かにそんな気するななんか俺説得されちゃうな、うん、1対1だよ、うん、そこも妙があるよ、うん、うん、やっぱその場その場で結果を出すのかな、どう思う、納得した、納得したじゃあもうすいません、カモメンタルさん、はい、じゃあ G グループ1試合目モンスターエンジンさん、はい、じゃあ GG の2試合目、うん、なんかすげえな、これもこれはすごいな、シャンプーハットさん VS シャンプーハットさんか、それいるんだ、囲碁将棋しびれるな、しびれんな、いやまあでも囲碁将棋さんでしょ、まあもうここはもう勢いがすごいから、うん、大人気、うんうんうん、であとやっぱ現役感もうバリバリ、うん、多分もう逆に一番脂乗ってんじゃないの、囲碁将棋さん確かにね、うん、うんうん、まあ俺も囲碁将棋さんだと思ったけど、そうだね、シャンパートさん、そのブワーっていう感じの人らでもないもんね、うん、プラスマイナスさんみたいに芸歴めちゃくちゃあるけど、うん、結構落ち着いてるタイプの方だから、いやすごいから、囲碁将さんもすごいから、お客さんもすごい応援してる、ね、ムードもねあるか、ちょっとごめんなさい、ここは囲碁将棋さん、うん、H グループ、うん、第1試合目、うん、すげえなー、スリムクラム VS スリムクラムさん、タイムマシンさん、あー面白ーい、全然違う2組じゃん、すごくない、これすごくない、何このコントラスト、全然違うよ ね黒と白みたいな、全然違うスリムクラブさんの6分、スリムさん6分もできんだよ、4分じゃやっぱ短かったじゃん、あのまで6分やってくれるのめっちゃ楽しみじゃんね、絶対面白いじゃんとか、見たことないだろうな俺、だってテレビとかでしか見て、すごいぜ6分のスリムクラブさんね、やば、どうしよう、どっちだと思う、でももうとんでもないじゃん、タイムマシンさん、タイムマシンさんってそうだよね、めちゃくちゃだよ、
最高だよ。太刀打ちできない系の。そうそうそう。太刀打ちできない系芸人じゃん。太刀打ちできない系を。芸人だよね。さっきのテンダラさんじゃないけどさ。面白すぎる系。面白すぎる系。漫才うますぎる系。そんなに笑わさないで系。うん。いや、でもどっちもある。本当にどっちもあるな。うわぁ。いやぁ。タイムマシンさんじゃないか。そう。なことない？スラムクラブ。いや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 、やっぱすごいよ。ああいうだってやっぱ何回も言うけど、一日に起こる大会ライブだから、うん、ライブだと考えた時の、ね、目立ち方というかね。このタイプの人いないよね。ずっと早くテンポでやってる中、うん、確かにね、しかもこの順番でいくとしたらいいとこだね。なんじゃインポッシブルとか、うん、ともまた違う、マシンガンズとか、そこら辺を見た、なるほど、残像がまだまだ新しいよ、うん、この中でそこに、うん、それは渡辺陽一やな、めちゃくちゃウケる。あー面白そう。わあでもタイムマシン、ただそこを持ってっちゃうのがタイムマシンで、グーってきてバーバーで、やっぱこういう漫才も面白いな。たださ、ちょっと気になったのがさ、ってこの前、有吉の壁の収録行った時、うん、久々に生のタイムマシン3号さんを見た時に感じた、うん、何、すごい老けたなという。そんなこと言うもんじゃないよ、お前。そんなこと言うもんじゃない。どっちがよ。両方が。お二方とも？お二方とも。その時の、いや、これはごめんなさい、失礼な発言なんですけども、失礼だよ、あのちゃんと勝敗予想に関係があって、うん、やっぱ若々しかったじゃないですか、動きとか頑張れたパーとかキレがある、うん、いや結構いや動きはキレあるでしょ、まだそんな分かんない。いや俺もびっくりしたんだよね。いやめちゃくちゃめちゃくちゃおっさんとかだったら分かるよ。すごい、なんだろう、愛し恋し師匠みたいなことじゃないでしょ。だって別に動けるじゃん、走れるじゃん別にね。わかんない。俺、見なかった。挨拶、あんま顔のイメージそんな覚える。あれと思ったんだよね。大丈夫、言わなかった、老けましたね。いや、言わない言わない言わないし、いや、これがもしかしたらこの笑いに俺って思う可能性もあるって思うとね。まあまあ、で、まあそんなに舞台立たない人ですからね。まあ、あんまりライブって、いや、そもそもそうなんで、出ない人なんで、でも天才がゆえに、天才だからバイト一回もしたことないっていうね。そうそうそう、パッと作ってパッとやって大爆笑、大爆笑取っちゃうタイプの、もう新ネタで爆笑取っちゃうの人だから、ちょっとこれ決められないな。じゃあさっきの、うん、カモメンタル理論をここで、ま、全く一緒なのを使います。俺はこれはスリムクラブさんもう、あさっきの、うん、これは好きだと、好き、こんなボケ数手数少ないけど、うん、こんなもうツボつかれたら、うん、こんなもんもう、うん、勝ち見させてくれと、うん、なる。で、さっきのカモメンタルさん理論と違うのはやっぱそれにプラス経歴と舞台数と、まあ、確かに培ってきたものがあるので、ね、うん、ファイナリストでもあるしね、うん、ネタを選ぶ余地もあります、いろんなとこから。ネタそういうのを考えたところでスリムクラブさんどうでしょう。いや持っていくと思うよ俺、タイムさん。うんと、まあでもね、どっち、そんな好きじゃないんだスリムクラブ。いや好き好き、めちゃくちゃ好き好きだけどなんかね、結構最初ドカーンって来て、うん、もし万が一よ、それがいかなく、あれ思ったほどっていう、ああいうのってさ、こう巻き返すのが難しいじゃん。そうだよ、なる可能性がなくも、いやそうかな、6分だよ、ね、そっか、まあいいよそんなに嫌いなら嫌いって勝敗予想で好き嫌いの場合にやめて、うん、嫌いとかじゃなくて、なんか受けるけどそこをなんかパワーでやっぱ持ってっちゃうような気するんだよな、タイムさんって。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあタイムマシンさんでいいんですね。はい、 H グループ男ジャパンなんで、うん、殺し屋みたいな顔で見てたじゃんテレビに抜かれて炎上してたじゃん、このこいつなんで笑わないんだって、こんな睨みつける
やつ初めて見たって視聴者が怒り浸透してたからね、うん、あの時は怒り浸透の大林素子ジャパンでネタやらさせてもらってやってた時ひなタイムマシンさんがネタやってる時ひな壇に抜かれた坂巻がにらみつけてっていう事件があるからねちょっとそれもあってあってというかだって嫌い大嫌いいやいや好きに違うってだからあれ両方嫌いなの前説明して両方嫌いあの時は初めてゴールデンでネタ緊張しててゴールデンじゃねえしイゴリじゃないっけでも人のネタを見る余裕なかったのもうネタ入ってこなかったもうカチカチだったの初めてでもないいやあのがっつりあの時間帯にネタやる時なかったからうん、うん、だからもうタイマーさんそうだじゃあタイムマシン3号さん謝ったからその件は H グループの第2試合してる第1試合目タイムマシン3号さんはい最後の試合になります、はい、H グループ第2試合目これがマジでいかついどいかつい戦いになっておりますこれはもう俺は全俺が泣いたいきましょう全米じゃな金属バットマーね名前出てな東京ダイナマイトうわすごいねマジかよ色気ありすぎだろ芸人色気対決やべえよお色気芸人対決じゃんおいおいおい参ったねこんなもうどっちか負けちゃうんでしょそんな早くに勘弁してくれよ本当は決勝とかで当たらせたかったような2組だよ本当だよねえここで当たっちゃうんだこれはもう漫画だよ漫画漫画みたいなもんだよなるほどここでここ当たる漫画だぜ何やねんそのどうするそのスタンスだよどうするこれでも優勝予想で取ってるからねいや予想でもねでもねまあでもねマジな話すると、うん、やっぱすごいんですよ東京ダイナマイトさん東京ダイナマイト今の、うん、漫才筋肉はいやっぱとんでもないんですよね東京ダイナマイトさんあやっかなわねやっぱり大東京ダイナマイトを前にした時の金属バット、うんすごいよ最悪のルーキーよ最悪の世代の最悪のルーキーになるんだけども、うん、やっぱこう猫になっちゃうんじゃないの虎がなんだろうなこの OB の不良と分かって若めの不良の対決みたいななんだろうねこれドヤクザが出てきた時に本物本出てきたみたいなやっぱヤンキーっすよやっぱまだヤンキーなんじゃないでも俺はこのザ・セカンドが始まるって聞いた時、うん、まず名前浮かんだコンビが金属バット。セイワさんね。セイワさん。セイワさんそっちもあるけど、エルシャヤさんとかもあって、まず、あ、これは金属バットの大会になりそうだなっていうふうに思ったって人は多いと思うの。うん、だから、応援ムードもものすごいよ。この追い風とか、押せ押せ、金属イケイケの風。そうですよ。そうなんですけども。このモノホンのモノホンもやっぱだってすごいもう鳥待ってましたって感じだよ鳥なんすよ今劇場であの吉本のもう、うん、まあもちろん大先輩いる時はあれなんだけども、うん、もうほとんどほぼほぼ鳥を任せられるようなダイナマイトさんが位置なんすよ、うんうんうん、優勝してないのに、うんうん、相当なんすよそれってもう、うんうん全芸人が好きすぎるっていうのもあるしなリスペクトしてるでやっぱね納得するようなことすると思うんだよなただまあそのマイウェイを読んだ二郎さんの書いた本、うんうん、感じでいくとやっぱほんと松田さんにかかってるというか、うん、ほんとめちゃくちゃ閉じるんだってそうなんだほんとに本番に弱いとイメージないけどね松田さん、うん、その、うん、苦い記憶が、うん、たっぷりあるとまあでもね言っても1回戦だもんね1回戦っていうかまあ何だっけ決勝とか、うん、準決とかではないからまあまだ大丈夫だろうないやただ風はあるよ金属バットのいやもちろんわかるよすげえよ、うん、でも面白いよでもさ麻雀でも何でもやっぱこう風が来てるところにはめちゃくちゃすごいとは思うけど必ず勝ってしまうからいやもう風とか関係ないんだよねあそこまで行くともうビュービュー言ってるとこに微動だにせずこうやって立ってんだから金棒持って金棒持って風でうろめきもせずに鬼がうんビャーってあのロン毛がなびいてる歩いてきてる中どうし
トモヤスが。トモヤス君の。うん。ブラーってなってる中、こう、トモヤス。影の小林くんが後ろから来てる感じだと思うんだよ。飛ばされちゃう。いや、すごいと思う。いや、いいよ、決めて、決めて言うから。あれはこんなもん決められないし。いや、もうね、予想なんか合ってなくてないもんなんだから。M1 ではやっぱ、もうトップレベルの異端時間がやっぱこう刀持ってきちゃうんじゃない。うわー、これは叶わないなってなると思うんですけどもね。じゃあ東京ダイナミット、あ、やっぱ金属バットですら、はちみつ二郎の、はいはいはい、あのマイウェイの一小節にしか過ぎない、うん、あの金属バットを持ってしても、異端児を持ってしても、してもはちみつ二郎という男の、うんうん、マイウェイの人生の、うん、通過点に過ぎない、一小節にしか過ぎないんじゃないかな。だそうでございます。だそうです。なんて予想していましたけど、はい、面白いね。しかしどういうカード、この大会ね、まあ勝敗予想というかね、まあ、好き勝手言ってるだけなんで、キモいやつがタワーブローだと思って、あの私こっちファンなのに許さないとか、ほんと少しも思わないでください。お願いします。